ボイジャーのゴールデンレコードボイジャーのゴールデンレコードのジャケットジャケットに描かれた図の解説ボイジャーのゴールデンレコードまたはボイジャー探査機のレコード版とは1977年に打ち上げられた2機のボイジャー探査機に搭載されたレコードであるパイオニア探査機の金属版に続く宇宙探査機によるメチイコールアクティブセティの例である地球の生命や 文化の存在を伝える音や画像が収められており、地球外知的生命体や未来の人類が見つけて解読してくれることを期待している。ボイジャー探査機が太陽以外の恒星近傍へ到達するには4万年を要するため、もしボイジャーの方向に地球外知的生命体がいたとしても、そこに到達するまでには長い時間がかかる。2013年時点でボイジャーは 海洋星軌道医園に出た3番目と4番目の人工構造物である。1972年、1973年に打ち上げられたパイオニア10号とパイオニア11号は遠い未来に宇宙旅行者に発見された時のために発射の時刻と場所を記した金属板を積んでいた。そしてアメリカ航空宇宙局はロイジャー1号とボイジャー2号にさらに総合的で 電子的なメッセージを積載した。それは一種のタイムカプセルで我々の世界を異星人に伝えてコミュニケーションを図ったものだった。レコードに収められた内容はコーネル大学のカール・セーガンを委員長とする委員会によって決められた。セーガンらは115枚の画像と波、風、雷、鳥やクジラなど動物の鳴き声などの多くの自然音を集めた。さらに様々な文化や 時代の音楽、55種類の言語の挨拶、ジミー・カーター大統領と国際連合事務総長クルトバルトハイムからのメッセージ文なども加えられた。宇宙探査機パイオニア10号11号に積んだ金属板に、裸体の男女の線描を載せたことで以前 NASA が批判を受けたため、裸の男女の写真や線描、妊娠した裸の女性の写真は許可されず、その代わりに、 男女のシルエットが収められた。次の文は、ボイジャーが太陽系外に向けて旅立つにあたり、1977年6月16日に、カーター大統領が発した公式コメントの抜粋である。115の画像はアナログ形式でコード化され、残りの音声情報は16と3分の2回転で再生できるように作られた。最初には、6000年前に、 シュメールで話されていたアッカド語が、そして最後には中国のクレゴが収録された。以下がゴールデンレコードに収録された55の言語である。以上の地球の音のセクションに続けて90分の音楽が選ばれて収録されている。収録曲は次の通り東洋と西洋の古典や様々な民族音楽を含むものである。他に数枚の写真が収められた。 レコードに収められた画像は白黒画像ではあるがカール・セーガンらが1978年に出版した著書マーマーズ・オブ・アースザ・ボイジャー・インターステラーレコードで見ることができる CD ロム版も1992年にワーナー・ニュー・メディアより出版された両方とも絶版であるが1978年版は多くの大学や公共図書館で読むことができる 2017年12月にはレコードに収められた音源が CD 化されザ・ボイジャー・ゴールデン・レコードのタイトルでオズマ・レコーズから発売された。1983年7月 BBC ラジオでミュージック・フロム・エース・モール・プラネットという45分番組が放送され、その中でセーガンらは先行の経緯を説明し曲の抜粋を紹介した。この番組が BBC のオリジナルなのかアメリカのラジオ局から輸入したものかは明らかではない。この他、ラテン語で困難を通じて点へ、を意味する制ク、アドアストラパー・アスペラのモールス信号が収められている。セーガンは当初、ザ・ビートルズのヒアカムズ・ザ・サンを収録しようと打診した。メンバーは喜んだが、EMI が許可しなかったため断念することになった。その後の2008年、同バンドの アクロス・ザ・ユニバースが、NASA 創設50周年を記念する通信に用いられた。日本から選ばれた、鶴のすス・コモリは、日本伝統音楽の中でも高く評価される、尺八本曲である。レコード本体は、金メッキされた、銅製である。レコードカバーは、アルミニウム製で、その表面は、超高純動乱238で覆われている。 ウラン238の半減期は45.1億年で、このレコードを受け取った文明は、同位体組成を解析することにより、いつ頃収録されたかがわかるようになっている。ボイジャー1号は1977年に打ち上げられて、冥王星軌道を1990年に通過し、2004年11月にヘリオポーズを抜けて、太陽系を脱出した。現在は生涯にいるが、 およそ4万年後にヘビ使い座の AC プラス793888まで1.6光年の地点を通過する。一方、ボイジャー2号はおよそ29万6000年後にシリウスまで4.3光年の地点を通過する。2005年5月、ボイジャー1号は太陽から87億マイルの距離を年間 3.5au のスピードで飛行している。2号は 太陽から65億マイルの距離を年間 3.13au のスピードで飛行している。ボイジャー1号はヘリオシースへ突入したが、これは星間ガスの圧力によって太陽風の速度が弱まる地点である。ここでは太陽風の速度が秒速 300km から 700km になり、次第に濃く熱くなってくる。カール星眼は宇宙のどこかに 宇宙旅行をする技術を持った文明があった時のみ、この宇宙船に積まれたレコードを再生できるだろう。しかし、このボトルメールはこの惑星の住人に希望をもたらすものだと記している。ありがとうございます。